シーグルエアーはかつてスロバキアのトレンチン市に本社を置き、プラチスラバ空港を拠点としていた航空会社。地中海周辺諸国方面を中心にチャーター便を運航していたが、2009年に事業を停止し、2010年1月に破産宣告を受け倒産した。スロバキア初のエアバス A320 となった。 シーグルやアーキトレンチン市の航空学校として1995年に設立された。まもなく航空事業も開始し、チェコイル ET 社の総発機 L-410 による貨物チャーター便やチェコ郵便国有会社の航空郵便輸送を行った。2007年、スロバキア航空の経営破綻に伴い、同社の従業員の8割を承継。新たに、 ボーイング737から300を購入し、ブラチスラバ空港発着のチャーター便運航を開始。後同計気を増備し、コシツェ空港と、チェコ国内のプラハ、ブルノ、パルデビツェ発着チャーター便の運航も始めた。また、同年4月には、スロバキアの航空会社として、初めてエアバス A320 から200を導入した。二千八年十二月十一日、 国に支払う従業員の社会保険料23万ユーロが滞納状態となっていることが発覚。滞納額は2009年3月に33万3000ユーロに達した。社会保険料の滞納は同年6月に解消したものの10月23日、資金繰りが悪化し事業を停止した。2010年1月に破産宣告を受け、運輸郵政通信省は同年4月に 航空会社免許を取り消した。創業以来の航空学校部門は、トレンチン空港を拠点とし、オーストリアダイヤモンド航空機産業製小型機の DA20、DA40 ダイヤモンドスター、DA42 ツインスターを用いて操縦使用制を行った。シーグルエア破綻後もシーグルエア FTO として事業を継続している。 2009年10月の事業停止時には6機が在籍していた。この他航空学校部門の7機がシーグルエア FTO に引き継がれている。ありがとうございます。